伊勢ルビーとかこの商店街ができたわけを教えてくれる？私の姿はこの建物の後ろの道まっすぐ歩いてるの見つかるから、よかったらやってみて。それじゃね、おやすみ。なんだかずいぶんにぎやかだね。チカ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 光が眩しい。今日は何？お祭りか？違うね、櫓が立ってないの。あの立派な櫓がさ。じゃあ何なの？光の縁日？ワークショップ？不思議なことをやってるね。まだ冷めちまうよ。この町の夜は暗い。ずっとそう思ってた。それでこうしてみると随分明るくなってるんだ。昔はここももう少し広くてね、暗闇をすっぽり抱えて怖いなんて言われてた。ここまで来るのに細い道を通ってきたよ。古めかしいっていうかレトロな建物が並ぶ道。今は駐車場が増えて見晴らしがいいけど、昔はもっと建物があったんだよ。あっちに一つ、こっちに一つ、ホテルみたいに看板が止まってさ、道の両側にはスナック、居酒屋、お料理、まあ気分が一人、どの店に入ってもお酒が飲めて、料理が食べれて、話せて、歌えて、人間の感情というと何だっけ、楽しい、楽しいって気持ちになれるんだ。昔は何にもなかった。私がここに来たのは60年前だけど、ほんと辺り一面見渡す限り田んぼ。私の後ろの方にずーっと向こうに女川ってのがあってさ、よく氾濫して水浸しになってた。子供の首のところまで水に浸かるの。あっちの方には女川あったし、いわゆる谷地だったんだね、ここは。その頃横浜で UFO の写真が撮られたんだよ。日本で一番最初に撮られた空飛ぶ円盤の写真。空飛ぶ円盤って知ってる？宇宙人の乗り物なんて言われてるね。最初に一つ、その次の年には五つ、光の塊が横浜の空を飛んでく姿が写真に収められた。でもね、実は乗り物じゃないんだ。空飛ぶ円盤の正体、あれはね、私だよ。私は光の玉になって飛んでる姿が写真に撮られちまったのさ。その頃の私は故郷の星から飛び出して宇宙をさまよってた。星から星へ渡り飛んで何かを探してた。いわゆる自分探しってね。一生懸命になれること、人生をかけて打ち込まれること、そういうのを探してたんだけど、どこの星に行ってもしっくり来なくて、違うな違うなってさまよって
そんな時この星にたどり着いたんだよ。ずいぶん長いこと旅してたもんだから、だいぶくたびれててね。普段は絶対にそんなことないんだけど、フラフラしてたもんだから写真に撮られちまった。パシャッなんつって。今もよくやってんだろ、スマホ。あれで有名人見たら思わずパシャッて、あんな感じ。そこからよろよろ北の方に向かって、あーもう疲れた、ちょっと休めって降りたのがここ、まさにこの場所、田んぼの真ん中。ところでケラ事件って知ってるか？60年前、中学生が田んぼで UFO を網で捕まえたって事件、高知県で起きた本当の事件だ。ところが実はこの町でね、UFO が田んぼで捕まえられた。なんとなく察しはつくだろう、私だよ。動けなくって休むつもりでプカプカ浮かんでたら、まさ頭から網かけられてさ、UFO だ、UFO 捕まえたなんて言われて家に連れて帰られて、そっから60年この町にいる。なんでかってわけがあるんだよ、この町で暮らそう、そう思うわけでさ。私はさ、火星の出身なの。火星、わかる？空を見たら赤く輝く星がある、それが火星。昔 NASA が撮った火星の写真に順番言わせてもらった。生き物なんかいないはずの火星に人間の顔を彫った岩がある。こんなの見たことない、有名な写真だよ。ある学者がこの写真から地球に文明をもたらしたのは火星人だって推理した。すごい推理だね。何をどう考えたらそう推理できるんだよ。この推理には一つ大きな間違いがある。人面岩は岩じゃない。まあ岩なんだけどさ、顔を彫ったんじゃないんだよ。あれはね、火星人なの。私たち火星人には体がない、心だけで生きてる。でもね、それだとやっぱり不便なんだ。だから時々こうやって物に乗り移るの。そうすると物が見えるし聞こえるし、こうやって喋ることもできる。つまりね、あの人間の岩は今の私と同じ物に取り付いた火星人なんだ。岩に関する数字は間違ってた。けどね、一つ当たらずとも遠からずな部分がある。火星人は地球に文明をもたらしたってとこさ。地球の文明は地球人が作った。けれど、この町はちょっと違う。田んぼだったこの場所に、ノリアがたくさん集まったのも、緑市に帰って商店街ができたのも、緑区遺産に認定されたのも、全部私たち火星人が関わっているの。地球人と私たちがお互いに知恵を出し合って喧嘩し、分かり合い、一緒になってここまでやってきた。今じゃねえね、火星だけではない、いろんな星からやってきたいわゆる宇宙人がこの町でこっそり暮らしてる。どこの店とは言えないけど、バーのマスター、スナックのママ、パンドのお姉ちゃん、地球人みたいな顔してカウンターに立ってるから、さ
交わしてね。本当にいろいろなことがあったよ。町ができて、商店街になって、人が集まったりいなくなったり、60年飽きなかったね。この町の歴史とかもっと話してあげたいけど、ちょっと疲れた。久しぶりに喋ったからさ。今日はこんなに不思議な光がキラキラきらめいてるから、他のみんなも顔を出すんじゃないかな。興味があったら探してごらん。いるから、発生時。ウサギビーとか、この商店街ができたわけを教えてくれるよ。私の背中から、この建物の後ろの道まっすぐ歩いてごらん。それじゃね、おやすみ。